兵庫県立鉱山森林公園は、兵庫県西宮市にある公園。六甲山地の東、鉱山南東六と西六に広がる都市公園である。面積83ヘクタールの90%が森林に覆われている。1970年11月10日に開園した都市公園で六甲山の東、鉱山の大部分とその山六に広がる森林公園。 広さは83ヘクタールある。園内には、パークセンター、レストハウス、シンボルゾーン、屋外ステージ、展望台、鉱山自然観察地、体力づくりコースなどや駐車場、トイレが整備されており、ハイキング、ジョギング、バードウォッチングなど、自然豊かな環境の中で、小さな子供から高齢者まで利用が可能。また、鉱山登山の起点にもなっている。 1984年に、兵庫森林浴50線に、1989年7月、日本の都市公園100線に、1999年7月には、阪神、淡路百名所に選定されている。西宮市立鉱山自然の家、兵庫県立都市公園。兵庫県。2020年10月26日閲覧。兵庫県立都市公園の設置。兵庫県。 2020年10月28日閲覧。鉱山森林公園。兵庫県。2020年10月28日閲覧。県立鉱山森林公園がリニューアル。阪神南県民センター。西宮アドボク事務所。2020年10月28日閲覧。鉱山森林公園リニューアル子育て世代に使いやすく。シティライフニュース。二千二十年十月二十八日。 閲覧。シンボルゾーン。鉱山森林公園。2017年12月8日閲覧。西宮市立自然環境センター。西宮市立自然環境センター。2017年12月9日閲覧。生物多様性。西宮の自然生物保護地区について。西宮市。2020年11月16日閲覧。鉱山の生き物出現。 湿地の生き物鉱山自然研究センター2017年12月9日閲覧ありがとうございます。